日本兵庫県加古川市、上層町国宝上層町国包みは、兵庫県加古川市の大技である。郵便番号は675-1213。2013年4月1日現在の人口は1081人、世帯数391世帯である。地場産業として、国宝建具が有名である。国宝の名の由来は、この地域を開拓した名主の名が有力である。また、国は、 地域のこと、金は曲がった土地を表すことから、加古川の湾曲した地形から名付けられた説もある。古代から加古川の水害に悩まされてきた。鎌倉時代まで加古川西岸に存在していたが、1225年8月の大水害により元の集落は川原となり、住人は東岸に移動した。1756年当地出身の長浜や新六郎が、 資材を投げ打って、水害時の避難所として、月山を築いた。湯山街道の宿場町として栄え、1594年の過去川の周運が開発されると木材、酒、米の集約地として栄えた。現在、地場産業として、国宝建具が有名である。国宝建具の発祥は、文政年間頃と言われている。国宝は、 江戸時代に、加古川を利用した周運の寄港地であり、木垣や酒米の集産地として栄えた。それに伴い、加古川上流から運ばれてくる木材を加工する小引き職人が生まれ、国宝に寄工業が芽生えた。さらに、峠作りを経て建具作りへと移行した。ありがとうございます。